64歳の男性でしょうね、残胃がん、まあ、昔手術をして胃が3分の2しか3分の1残っている方の、胃にがんができたと、そういうがんです。この方もそうですね、膵臓に浸潤して取れなかったと、だからステントを入れていると。この方はですね、抗がん剤ソックス療法を行ったところで熱が出て原因が分かんなくて中断を10日間したと。で突然吐き気と嘔吐、下痢、激痛、1日で治まったと。でこれは抗がん剤を始めてから初めての吐き気で、少し動きすぎた、ちょっと自分責めちゃったんですよね。キャンピングカーを自分で運転して一泊の釣り旅行に行った、疲労なのか副作用なのか判断できるでしょうかということですかね、うん、そうです。これは多分これね、判断できないと思いますよ。っていうのは繰り返すようだったらですね、何らかの原因を特定できる可能性があると思うんですけども、たまたまこうだったのかということとしか今のところ言いようないですね。画像診断でなんかちゃんとした、そういう証拠があればいいんですけども、これ多分僕ね、ステントになんか詰まったんだと思います。ちょっと鶏肉とか、キャンピングカーの中に行って、で詰まって、そうすると詰まってゲポッと入っちゃったりするんで、それがそーんと抜けて良くなったような気がするんで、まあ、そんなに自分を責めなくていいんじゃないかなっていうか、食事気をつければ次大丈夫だと思いましたけどね、これはね、これ味覚はどうでしょう。味覚はね、どうですかね。これ PS1 だと出やすいんじゃないですかね、結構味覚異常で。同じその、まあ、抗がん剤でどれも味覚異常出るものなんですけども、意外とその 5FU 系でも、TS1 だと出やすい方かなとあって、でこれ戻るか戻らないかでは何とも言いようない。でも通常は血中亜鉛濃度が低下してたら、まあ、それを調べて補充するというのは一つの方法なんですが、味覚の問題に関しては非常に難しいんですよね。戻らないんですよ、あんまりね。だから食べる食事結構変えてもらったりとかしてもらってます。コンバージョン手術、これ何のことだか分かんないんで、だから思うかもしれないんですけど、コンバージョン手術結構話題になって質問多いんですね。でコンバージョンって転校ですから、それこそイスラム教からキリスト教に変わるっていうのはコンバージョンとかね、いろんな意味合いあるんですけど、もともとオペをできないとかしないって決めてた後に、やっぱりこれは経過がいいからオペをする、これがコンバージョン手術です。で胃がんはまだいいかどうかはちょっと実は分かりません。でご質問内容はこんなのかって言っています。スキルス胃がんで腹膜播種がある方のようです。で胃がんで播種転移と理解していると。で手術を目指せるのは播種が消えてからと聞いていると。そもそも胃がんは、撒き散らす部位になってしまっているのか、先に手術した方がいいのか、播種の増加を抑えられるのでは。これは先ほどレガッタ試験でね、日本と韓国でやった研究をお見せしましたけど、先に手術は絶対やめた方がいいと。で薬が効いたらオペを考えてもいいんですけど、ちょっとこれはキーフレーズは目指せるってとこですかね。どうしても目指したい気持ちもわかるんですけど、実はですね、オペをできるからいいのかどうかってちょっと分かんないんですね。特にスキルス胃がんの場合は、オペするとなると胃を全摘しなければいけなくなったりすると、今まで食べれて元気にしてたのが逆にガクッと食べれなくなっちゃうことがあるので、ちょっと悩ましいと思います。まあ、僕の意見としてはですね、まあ、進めないですね。なぜかというと、播種が抗がん剤で消えて、完全に治せる可能性というのはかなり低いと思うんですよ。可能性ゼロと言いません。でも本当になんか宝くじみたいな感じがして、あまりにもその、楽観的に考えすぎる人の方が多いかなという感じがしますね。実際その、腹膜切除術とかいう、まあ、アクロバチックみたいな手術もあったりしますけども、まああんまり進めないかな。まあ、一般的には今進める段階ではないんですけど、いいかな。もともと胃がんもですね、その抗がん剤やって原発層がほとんど消えて、で消えたけども一応手術したというケースがあるんですね。でそれを調べてみると、目に見えないけども顕微鏡レベルではがん細胞の、まあ、大体の常識になってくるんで、手術してから体力低下してから、でそれから再発するというコースというのはなかなか避けられないような気がするんですよね。
で、ただですね、肝臓の転移が1個だけとか2個だけとかですね、いくつか条件ついて、リンパ節転移がちょっとだけとかですね、もうやたら薬が効いたとかですね、そういう時は、実は僕ら、お願いをしてます。外科の先生にお願いしてます。で、ただですね、本当にいいかどうかがちょっと悩んでて、やりすぎは良くないです。無理はしない。無理しない。だから、全摘に なるとか、大手術になるときは、やっぱ無理しない。いけそうなときは、かなり負担が少ないときには、むしろやってもらったりしてることは、あるんですけどね。橋はどうですか？橋はちょっと条件、僕はやっぱみんな悪いとは思ってるんですね。腹膜橋に関しては、良くないとは思ってるんですけど。